ソフトバンク、甲斐拓也捕手が28日、福岡市内でアドバイザリー契約を結ぶ、コラントッテ主催のトークショーに出席した。二人の交際については、以前から知っていたようで、まあまあまあ、そこは。でも、最近ですよ、聞いたのは、去年ですね。去年聞いて、ヒイラギフトシさんが珍しくそういう話をしたんでびっくりしましたけど、それが今日携帯開いてみたら出てたんでびっくりしましたと笑顔で祝福していた。